教師という職業はアウトプットする職業です。アウトプットするためにはインプットが必要となります。友部幼稚園では、先生たちが学ぶことを日常化するために、インプットアウトプットとして、フリーテーマで疑問点を調べることを課しています。学ぶ姿勢を習慣づけるためのものですので、内容についての真偽は問いません。必ずしも、正しいこととは限りませんので、ご了承ください。私のインプットアウトプットをお話しさせていただきます。私は今回、1日に必要な水分の量というのを調べてみました。それも、体の中の水分の量というのが半分以上水分でできているっていうふうに聞いたことがあったので、半分以上も水分でできていたら、1日にどれくらいの水分を取らなきゃいけないのかっていうふうにちょっと疑問に思ったので調べてみました。調べた結果、やっぱり体の水分の量っていうのは 60% が水分でできているそうで、その中で1日に飲まなきゃいけない、取らなきゃいけない水分の量っていうのが 2.5 リットル必要だそうです。その中に、食事にの時に含まれる水分の量っていうのが1リットルありまして、体の中で作られる水分の量っていうのが 0.3 リットルありまして、それを引いた飲料水で、取らなきゃいけないのが 1.2 リットル必要だそうです。ここでその 1.2 リットルの水分を取るには、どのような水分でも構わないそうなんですけども、やっぱりお砂糖やカフェインが入っていないお水が一番最適だそうです。ここで私は1日にたくさんのお水を飲むということを1週間ぐらいかけて試してみました。で、特に意識してみたのが、入浴の前後だったり、朝起きた時に飲んでみたり、あとは夜寝る前にコップのお水一杯飲んでみたりっていう風にしてみた結果、ずっと意識していなかったので、すごい朝起きた時に体が重いな、だるいなって感じたり、肌がこう荒れてしまったり、そういう気持ちになっていったんですけども、取っていくと、その階段っていうのが全然違くて、階段降りると全然足が重くなくて、軽いなっていう風に、その次の日飲んだ次の日とかはすごい実感して、すごいなっていう風に思って、あとはこうお肌もなんか全然ケアそんなに変えてないのになって思いながら、全然肌荒れがしづらくなりました。またお通じもすごく良くなって、こう便秘解消にもなりました。このようなことから、お肌をきれいに保ったりだとか、腸内環境を良くするためには水分がとても必要なんだなっていうふうに実感しました。これから暑い時期になって水分をたくさん取ると思うんですけども、それ以外に1年を通して寒い冬だったり秋だったりは、こうあんまり水分を取る機会が少なくなると思うんですけど、やっぱり1年を通して水分を取っていかなきゃいけないと思うので、私自身もこれから習慣化して、こう水分を取るっていうのを習慣化していきたいなっていうふうに思いましたし、子どもたちにも活動の前後などに声かけをして、こうみんなで一緒に健康な体づくりをしていきたいなっていうふうに思いました。これが私のインプットアウトプットです。ありがとうございました。